こんにちは、上田元です。今回はですね、脅迫症状を緩和させるにはどうしたらいいかというお話をしたいと思います。僕はお医者さんではないので、どうやったら治りますよっていうことはちょっと言えないんですけれど、僕自身がもともと脅迫性障害だったものですから、自分でこういろいろね、試したことについて、お話をしたいと思います。脅迫性障害っていうのは、不安になってですね、例えば、ガスの元栓を何回も何回も確認してしまったりとか、お家から出るときに鍵を何回も閉めたのにね、何回もこう閉まってないんじゃないかということで確認してしまったりとか、そういった確認作業を何回もやってしまったりとか、あるいは、手をね、一日も何回も何回も洗ってしまったりとか、そういった脅迫観念がひどくなればなるほど、そういった繰り返しのね、こともひどくなってしまうんですけれど、人によってですね、どれを確認するかっていうのも、また違うんですけれども、どれに不安になるかっていうのも違うんですよね。これは脅迫性障害だけではなくって、不安症の人、例えば、摂食障害だとかもそうなんですけれど、ご飯を食べたら太ってしまうんじゃないかっていうだけではなくて、例えば水を飲んだだけでこう太ってしまうんじゃないかっていう、それも脅迫観念なんですよね。で、僕の場合その確認作業がもともと多かったんですけれど、それを一時的にね、こう薬で緩和させたりしてたこともあるんですけれど、僕の場合あんまり薬って効果的ではなかったんですよね。こう気分的にですね、こうほわーんとしたぼーっとした、感覚にはなるんだけれども、実際改善にはつながってないんですよね。これってお医者さんも実際言ってたことなんですけれども、完全に治るということではなくて、誰でも不安になったりとかね、確認したんだけどもう一回確認したくなるっていうことは、誰にでもあることなんですけれど、その度合いがですね、大きくなってしまうのが問題なんですよね。それを緩和させるためには、僕もいろいろな方法を薬に頼ってもあまり意味がないと僕は思ったので、自分なりにその、若い頃にね、今は全然平気なんですけれど、どういうことを試したかっていうと、まずはチェックリストを作って、確認したら、チェック、レテンを入れて、また確認するものを確認したらチェックを入れるっていう、この紙に書いてチェックをして、順番通りにこう行動していくっていうことをやったんですよね。これも最初のうちは効果的なんですけれど、ただそのチェックをするっていうことに頼ってしまうとですね、また不安になってきて同じことを繰り返してしまうんですね。でその他にやったのは、例えばスマートフォンで、実際に、ガスが消えた、この火が消えたっていうことをスマートフォンで撮って、とにかくその場からすぐ離れると、それで、不安になったらまたその写真を確認するっていうことをやったりとかね、あとは、鍵を、閉めたことをちゃんとその、画像で確認するとかねっていうのもやったんだけれど、結局確認作業を写真で何回も何回もやってしまったりとかするので、結局それってあまり意味がないんですよね。で僕がやった中で一番効果的だったこと、これは皆さんに通用するかどうかっていうのは分からないけれど、あくまでも僕は一番効果的だったのは、確認したらですね、一回確認したらそのすぐにその場からとにかく離れるっていうことなんですよね。短い時間で一回だけしか確認しないっていうことをもう自分の中で決めて、そこから、すぐに離れると。そうすると最初は不安になるんですけれども、何回も一回で確認ですぐ離れるっていうことをやってるとですね、何も起こらないんですよ。例えば、家の鍵をね、閉めてすぐに離れるということをやると、実際泥棒に入られたりとかっていうことはまずないんですよね。そうしていくうちに自分のその1回だけの確認で自分自身を信用できるようになるんですね。脅迫観念のひどい人っていうのは自分自身の自分のその目で見ていることを信じられなくなる状態がループしてしまうんですよね。繰り返し繰り返し起こってしまうので、それを断ち切るっていうことが大切なんですよね。そのためにあえて僕は短い時間で1回の確認で済ませるということを
やるということを、まあ、心掛けて、それを強迫性症状を、まあ、緩和させていったっていうのがありますので、まあ、試してみる価値はあると思うんですよね。実際に一回確認してね、閉めたものが後から開くっていうことはどう考えてもないんですよね。でもそれは強迫症状がひどくなっている人は自分自身を信じられなくなってしまうので、何回も同じことを繰り返してしまうんですよね。であとは根本的な改善としては、やっぱりストレスをためないっていうことと、あとは忙しくしすぎないっていうことなんですよね。忙しすぎるとやっぱりストレスがどんどん溜まってきたりしてしまうので、ストレスが溜まってきたりすると、あとは悩み事を抱えたりすると、そのループの時間がどんどん長くなってしまうので、まあ、常にこう穏やかにリラックスした状態で日々過ごせるような環境を整えるっていうことも必要ですから、まあ、今強迫観念がひどくて困ってるんだよなっていう方は、ぜひ試していただければなと思います。